はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。今回は、タイで実店舗をそろそろ開店しますので、その話を皮切りに、あくまでもネット物販論、三方よしの堅実なビジネス論とは何ぞや。 ということについて話をさせていただきたいと思います。今回の動画参考になったなと思った方は、もしよろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。早速話をしていきたいんですが、まずは背骨のあるビジネスを行ってくださいっていうことなんです。今回タイで実店舗を開店する。正確に言うとタイの土田舎でですね、ネイルサロン兼商品を販売するようなお店っていうのを出すんですが、 こういう話をすると、おいおい今まで中国から商材仕入れてアメリカアマゾンで販売しましょうって言ってた講師が次は対かと、コロコロ話変わるなお前って思われるかもしれないですが、そんなことは全くないんですね。私は今までもこれからも中国から商材を仕入れてアメリカで販売するというこのビジネスのスタイルがメインであり、自分の背骨であることには変わりありません。一方、 ネット上で情報発信している人の多くは、例えばもうヤフオクはダメだからアマゾンだだとか、アマゾンはダメだからメルカリだだとか、中国はダメだからタイだだとか、タイはダメだからヨーロッパだみたいな形で、手法だとかルートがコロ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 変わる人が多いんですが、それはよろしくないと思います。 特に、情報発信者の中でも、そういったスクールやコンサルを運営している人たちであれば、なおさらで、じゃあ一体何を目指せばいいのかっていうことがよくわからなくなってしまうんですね。もちろん、マーケッターの人たち、プロモーターだとか、マーケッターだとか言われる人たち、彼らは、ただの広告屋さんなので、もちろん次から次へといろんなビジネスっていうのを発表してもいいと思うんですよ。 ただ、私みたいな、こういうビジネスがいいですよと、特定のビジネスを発信している人間が、コロ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 その手法やルートを変えてしまっては、そのやり方で生徒さんを集めてきたという今までがある手前、顔が立たないっていうことがあります。 また、生徒さんは、もし中国、アメリカやられてる方でも、今、アメリカの国際総量が高いから、一時的に中国、日本やりますって言ったり、一時的にアマゾンじゃなくてメルカリをやりますって言ったり、それは自由ですよ。生徒さんがやる分にはいいんです。全く問題ないどころか、それはそれで一つのやり方として、私は、もう十二分に認めていますが、情報発信者である私が、コロッということを変えたら、 そのビジネス、今まで発信してきたビジネスは何だったのかっていうことになりますよね。一番じゃないものをやってきたのか、そんなに短期的にしか稼げないような商売を今まで発信してきたのかっていう話になって当然です。中国、アメリカ、私はこれからもずっとやり続けていくメインのビジネスですし、それだけ深遠なものだと思うんですね。高額なものだと思っているんです。 だから、そういったビジネスをひたすらやり続けるっていうことは少なくともそれを主として自分自身がコンサルティングをやっている身とすれば当然のことだと考えています。じゃあなんで中国から商材を仕入れてタイに実店舗を出すっていう話を今回してるのかっていうとあくまでもその先の余談みたいな部分で自分は動いてるってだけです。 メインは変わらないし、これからも中国から商材仕入れてアメリカで販売して十分だと思いますが、十分の次の十二分になるために、プラスアルファとして試しに人柱になってやってみる程度の話なので、皆さんは今後とも、 私の生徒さんは中国から商材仕入れてアメリカで販売するってことにまずは注力する。全身全霊を注いでいただいて構いません。私も今後もそのスタンスで進んでいきますのでそこは誤解のないようにしてください。次のトピック。稲子の群れにはならないようにするっていうのがビジネスで大切なことだと思います。人っていうのは真新しいものが好きですよね。 タピオカが流行ってんだとか、いろいろなものっていうのが流行り、廃りを繰り返していますが、その中で一つの商売に命を懸けてやっている人になることが大切だと思うんです。要するに職人ですよね。なんで職人さんが、例えば江戸差し物であれば江戸差し物をひたすら何十年も作り続けているのかっていうと、それだけ一つの商売を突き詰めるっていうのは、 深淵な、ぐーっと進んでいけるだけの魅力があるからなんです。少なくとも、講師側の私がそれを理解していなければいけないわけですが、どうしても、ネット上では、あれはダメだからこれ、こっちがレッドオーシャンだからこっちがブルーオーシャンだ、みたいに、あたかも、イナゴの群れが一つの畑にやってきて、なんとなく表面上の草を食い尽くしたから次に流れていく。 次に流れていくっていうような、そういう進み方をする人たちが多いし、そういう進み方を先導しているネットビジネス、ネット物販関係の運営者が多いけど、私はそのやり方をやっている限り、いつまで経っても地に足のつかないふらふらとした生き方になるんじゃないかなと思います。別の言い方すれば、無脊椎動物的発想だと、 思うんですね。真となる販売プラットフォームならびにルート、要するに背骨がないのは、結局商売はどうでもよくってお金に目がくらんでいるんですね。商売を愛していないんです。で商売を愛していない人っていうのは、商材を愛することもできません。当然その商材を買ってくださるお客様を愛することもできない。この愛情なくして商売っていうのは開花しませんから、稲子のようにフラ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 ,フラしてても意味ないんですよ。 で、この無脊椎動物的発想っていうのを別の生き物に例えますと、まあ生き物っていうか架空の生物なんですが、クトゥルフ神話というアメリカの創作神話の中に出てくるショゴス、 っていう、目がたくさんくっついてて、触手がうにょうにょ出ている、タールでできたアメーバのような架空の生物がいるんですね。私はそれを思い出します。このクトゥルク神話っていうのは何なのかっていうと、そもそも宇宙的恐怖っていう概念に基づいて作られた創作神話なんですが、この宇宙的恐怖っていうのは何かっていうと、無機質で光爆とした宇宙において人類の 価値観や希望には何の意味もなく、ただただ意思疎通や理解が拒否拒絶させれるような、絶対的な他者の恐怖にさらされているっていう、漠然とした不安と孤独感の中に苛まれている生き方をしなきゃいけないっていうのが宇宙的恐怖であり、その宇宙的恐怖をテーマにしたものなんですね。 イナゴの群れのように、無脊椎動物のように、諸骨のような商売をしている人たちっていうのは、いつまで経っても、この承認欲求が満たされず、ラルファールド・エマソンというアメリカの哲学者の言葉で言うと、自己信頼、セルフリライアンスと言うんですが、そういったものっていうのが、いつまで経っても培えず、漠然とした恐怖や不安、他の人から拒否されている、自分自身も自分に対して自信がないっていう状況を、ずっと続けていくことになり得ると思います。 そういった意味でもこのクトゥルフ神話のショゴスっていうのがフラ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 しているような物販ビジネスセラーに言えるんじゃないかなって個人的には感じています。 さて、まず、今回のメインのトピックである、タイの土田舎で10店舗を開店する理由について話をさせていただくんですが、あくまでも付随的なビジネスで、人柱的なテストマーケティングではありますから、そんなにね、深い意味っていうのはないんですけれども、単純な話、タイで、ま,あ、まずネイルサロンを開きますと、その根っこになっていることを話すと、なかなか、 深い話にはなってくるので、終盤の方で少しだけ言及はさせていただくんですが、ネイルサロンを開いて、そのネイルサロンでスタッフが一人いますと。で、そのスタッフがネイルサロンを一日やるってなったら、一日3人か4人ぐらいしかできないんですよ。だったら中国の商材を後ろの棚にバッと並べて、それを同時に販売したら、売り上げって何倍にもなるよねっていうことが根っこになっています。 商材を後ろにポンポンポンって置いとくだけで、そのネイル関係、美容関係の商材をポンポンポンって置いておくだけで、その人が働かずとも、どん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 お金がプラスになってくる。で、それは私にとってもいいし、そのスタッフにとってもいいっていうことって、じゃあ、中国の商材置いたらどうでしょうっていう話になったわけです。まあ私がアイデアを出したわけですね。中国は公衆。 シルクロード貿易最東端の港町だった甲州卸市場城の中に明論城っていう場所があります。三元里、中国語で言うと三元里という本川商品で有名な場所から南西に約8分ぐらい徒歩歩いたところにある美しいという字に博士の博という字に城と書く明論城っていう場所があるんですがそこが美容のエリアなんですね。地下1階は アフリカ人向けのウィッグを売っているところなんですが、基本的に美容関係のグッズって何でも売っているんです。で、中国の美容関係のグッズってタイよりも安いんですよ。例えば、ネイルの紫外線当ててファーッと固めるような、ネイルを固めるような機械ありますよね。タイだと大体中国の10倍ぐらいの金額がするんですね。 なので、そういったハード的なものもそうだし、ネイルのためのジェルだとか、ネイルのための、まあ、爪を削るような機械だとか、爪切りだとか、そういった雑貨関係も含めてですね、タイよりも安い。そして中国の商品をタイで売ってるお店が少なくとも、そのショップを出すエリアには存在していない。そもそもネイルサロンが存在していない。 しかしながらニーズがあることは事前に調査済みということでネイルサロンと中国の美容関係の商材を販売するショップを立ち上げるっていうことに決めましたさらに言えば中国の商材でもアメリカで売りづらい商材って存在しているわけです FDA アメリカ食品医薬品局っていうところがしっかりといろいろな規制規約ルールっていうのを決めていますので美容関係あとは 健康関係、医療品関係、食品関係っていうのをアメリカで販売するのって結構ハードルが高いんですよ。一方、タイで販売する分にはそこについてのハードルっていうのがガクンって下がるんですね。もちろん危なくしいものを売るつもりは微塵もないし、そういったものは売りませんが、 問題ないものであってもいろいろな理由で売れない場合っていうのが美容関係、健康グッズ関係っていうのはアメリカだとあります。日本だってあります。だから日本やアメリカで販売しづらいものもタイで販売できる場合があるわけです。だからこそタイで販売してみようかなという話になりました。 さらにもう一つ私が経営しているアメリカに送るっていう代行会社さんと同じビル。まあうちの事務所の1階に中国からタイに商品を送る輸送会社さんも存在しているんですね。だから中国で自分が買い付けてタイのショップに送ってそこで販売するっていうルートももうすでに確立されていますから難なく商材を送ることもできる。こういったことっていうのが色々と重なってですね。 どいなかっちゃどいなかなんですが、一応都市っちゃ都市でお店を出すっていう形になりました。商売を行う際に大切なことっていうのは、すべて自己責任と逆の発想だと考えています。まず、何が起こってもブツブツ言う人っているじゃないですか。心理学者アドラーの提唱した考え方でアドラーの三角柱というものがありますが、ほとんど多くの人が、 悪いあの人がか可哀想な自分に肯定してしまう。要するに悪いあの人、他責にするか、可哀想な自分、自己憐憫に浸るか。最悪なのは他の人を批判しつつ自己憐憫に浸るっていう状況なんですが、まあそういう精神状況になりがち。でも、大切なのは今から何ができるかっていうことだと。 アドラの三角中では三つ目の側面、今から何ができるかが最も大切だっていう話をされているわけですが、それが言い換えれば全て自己責任っていう考え方とイコールだと思います。全て自己責任なんだから、人を批判したりだとか、自己憐憫に浸ってたって、それは何の生産性もない。今から何ができるかっていうことを考えることがものすごく大切ですよね。また、逆の発想っていうのも大切だと思います。 なんで、タイから仕入れて日本で売るんだったら、どっかから仕入れてタイに売るっていうビジネスを検討しないんですかっていうふうに自分自身は思います。それが根っこにあったからこそ、タイで実店舗を開いたらどうなのかっていう話が、今回も目の前に、もうほぼほぼ現実化できている状況になってるわけです。中国の商材をアメリカに売る。 っていうビジネス講師であれば、タイの商材を日本に売るよりも中国の商材をタイに売る方がアクセスとすれば近いわけなので、その発想に至ってかるべきなんじゃないかなと。とにかく常に逆の発想だと思うんですよ。タイの土井中で実店舗を回転する理由の余談編について話をさせていただくんですが、取ってつけたようにいきなり回転するわけじゃないんです。この2年間、このコロナ禍も含めてですね、様々な人脈構築、人間関係、信頼、 関係の構築に努めてった結果、じゃあこの人だったら任せられるなと、金額はこんだけ出しても騙されるってことはないなっていうことが分かったので、今回回転するに至りました。一言で言えば、死にかけていたご家族の方に資金的な援助を行って家を建てたんですよ。 で、そこの家を建てたご家族のご子息の方っていうのが今回私のネイルサロンっていうのを運営してくださるようになったんです。もちろん、ネイルサロンの収益に関しては自分はビタ一もいただきません。そのスタッフの方が稼いだお金なので、そこに対して自分が30%よこせだとか、そういう話は全くありません。自分がただ欲しいのは商品を売る場所、売ってくれる人、そしていろいろな商材を売っていただいて、 利益の50%をいただくってことだけです。よって、その人はネイリストとして自分のお金を得ることができて、プラスアルファ商品の利益の50%っていうのはお渡しする。全く損ないです。初期投資としても、そんなかからないんですよ。1ヶ月3000バーツぐらいで借りられるお店なので、すっごい綺麗なところですよ。3000バーツっていうと、1万円ちょっとなんですよね。 なので、そこの3ヶ月分のお金っていうのをデポジットで払うから、1万円ちょっとの3倍っていうと、まあ3万ちょっとぐらいですよね。で、それプラスいろいろな、例えばネイルを行うためのソファーを買うだとか、まあせいぜい5000バーツぐらいですから、5000バーツっていうと1万5000ぐらいですから、机で1万5000円、お客様のソファーで1万5000円、あとは待合室のソファーで1万5000円。 あとは壁紙やらなんやかんやっていうのがお金かかったとしても、まあ大したお金にはならないんですよ。商売のコストとしてもリスクっていうのがかなり日本人の自分からしてみれば少ないっていうこともありますので、今回は商売を行うようになったわけですが、根っこは偽善ですよ。もともとショップを開くだとかどうだとかそういうことっていうのは全く抜きにして、自分がたまたま知り合ったご家族のおばちゃんがお母さんが、 まあ、タイのお母さんですよ、自分からしてみれば。いきなり病気になって、片足が膨れ上がって歩けなくなった。もう立ち上がれなくなった。死にそうになってしまった。で、手術をするっていう話になったら、手術をしたら半分は死ぬと。要するに50%、50%の手術になってしまう。じゃあどうするかっていうことが発端になってしまう。 で、専門医のいるような病院に入院しましょう。入院1日500バーツ、1000バーツかかります。要するに3000ぐらいかかるわけですね。そん中で私が提供したものはただのお金なんですけれども、具体的には最善の医療のためのお金。そして、そこのご家族たくさんいらっしゃいますから、お兄さんの子供とかも一緒に同居してたりしますんで、子供たちの学費。 あとは、食費。それを自分が支払いました。まあ、大したお金じゃないです。タイの田舎の物価ですから。さらに、そのお母さんが足を、お見足を悪くされる前に、親戚の家に居候してたんですが、そこを追い出されてしまったので、5年間廃屋になっている家を建て替えました。もう、ほぼほぼ、壁残してほとんどぶっ壊して、建て替えたので、そこでお金がかかりました。っていう、ういよ曲折があって、 今に至るわけなので、その一長一席でショップを開きたいから人を適当に見つけてやるっていうのとわけが違うんですよ。人の人生、そこのご家族の人生っていうのを2年間背負い続けてた結果培いた人間関係に基づいて、今回ビジネスとしてようやくプラスになるような、自分にとっても投資としても十分プラスになるようなプランっていうのを構築できたので、進めていこうっていう話になっているっていうだけなんです。 まあなんやかんや店を開くっていうことで必要な経費とすれば56,700バーツぐらいトータルでもろもろ入れて56,700バーツぐらいなので日本円にしてみると大体そうですね20万円ぐらいで20万円弱ぐらいでお店は開けると思いますのでそれこそ私が死んじゃった後でも一生笑顔で生きられるような状況を整えるのにまあそのぐらいのお金がかかったと ようやく人生のあぜ道が舗装道路になったわけです。で、その最後のステップがショップを回転するっていうことに至ったっていう話です。まあ、ただの偽善の余談です、ここは。だからあんまり深い意味っていうのはないんですけど、私の生徒さん中国の商材を買い付けることには長けてますから、中国アメリカの生徒さんですから、だから今後、じゃあタイで自分の中国商材を販売する、 というのに興味を持ったとしたしら中国、アメリカが落ち着いて余裕ができたとしたら、あじゃあこういうふうにすればいいんですよっていうそのビジネスプランというのもいくらでも立てられます。今自分が行えることはコロナ禍で国際送料が高騰している中でどうすればより代行会社のお客様でもある私の生徒さんが安心してより良い物販を行えるようになるか。 それを考えること一点のみなので、あくまでもそこは冒頭でもお話ししたように、プラスことはありません。自分はクトゥルフ神話のショゴスじゃないですせっていうことは申し上げさせていただきたい。ヨートクニクビジレイク体現総合を掲げたネットビジネスのもうオラオラゴリゴリギラギラの宣伝の方が目立ちますので、私はあくまでも日陰の存在なのかもしれません。 どちらかというと、路地裏の小料理屋っていうのを目指しているのが自分なので、いつまで経っても地味なやつではありますが、ネットビジネスのメインの主流である、コロコロルートを変えたり、手法を変えたり、綺麗事ばっかり言ったり、得体の知れないものを綺麗な包み紙に包んで売ったり、 そういうやり方っていうのは今後も一切しませんし、そういうやり方をするビジネスがまかり通っているのを見て常々ヘキヘキとしておりますので、そこら辺はぜひね、同じような考え方を持っている方といつかご縁があって知り合えたらいいなと、個人的には思っています。本当の三方よしの堅実なネット物販ネットビジネスとは何ぞやっていうことを今後とも発信し続けていければなと。 思ってやみません。というわけで、最後までご清聴ありがとうございます。もしご共感いただける方、高評価、チャンネル登録いただければ幸いです。では、失礼いたします。